改札口公園西駅は愛知県長久手市丸山にある愛知高速交通東部給料線の駅である。駅番号は L06。愛知万博期間中は長久手会場西ゲートに近い駅だった。現在は名古屋商科大学の最寄り駅として多くの学生が利用する。大学までは名鉄バスが30分おきに運行している。愛知万博跡地は愛。 地球博記念公園となったが、長らく東駅の近くには入り口がなかったが、2015年8月に駅より約150メートル東に歩行者、自転車用ゲートが整備され、公園へのアクセスが改善された。芸大通駅から東駅までの距離は1.5キロメートルで、線内で最も長い区間である。島式一面2000ホームを持つ、高架駅。 バリアフリーの対応として改札内に1機のエレベーターを配置。東口の使用の開始と同時に1機が追加された。安全対策として1.2番線ホームに可動式ホームドアを設置。愛知高速交通の発表によると、2019年度の1日平均乗車人員は1265人、1日平均乗降人員は2511人である。 2017年度は、IKEA 長く手がオープンしたため、大幅に利用者数が増えている。以下、乗車人員と降車人員の合計。愛、地球博開催期間中は、隣駅の万博会場駅の混雑に伴い、会場から当駅まで徒歩で移動した後、当駅から藤ヶ丘もしくは万博役草方面に向かう、利用者もいた。万博記念公園開催地の跡地の東にある。 大阪高速鉄道国際文化、公園都市モノレール線にも、この駅と同様に、公園東口駅がある。ありがとうございます。